今節は6日間にわたって行われている男女混合のシリーズボートレス三国マクール杯シリーズ最終日の競争です。競争水面続いてのカードは1つ目の選抜戦第10レースです。対戦メンバーは1号艇藤原さな、2号艇塩田北斗、3号艇馬体義則、4号艇柳生太一、5号艇西川慎太郎、6号艇竹越正樹、以上のメンバーです。ゆっくりとインコース向かっていきますのは1号艇藤原さな。今節は予選道中3連勝をマークする活躍、惜しくも優出まではあと一歩届きませんでしたが、この前発戦は絶好枠で登場です。2号艇の塩田北斗、前半レースでは逃げて1着を取っています。ここは2コースです。3コース、こちらも前半レーストップスタートを決めて逃げて白星でした。3号艇馬体義則、4号艇柳生太一引っ張って4コースです。5コースには5号艇の西川慎太郎、6コースでは繰り上がっての選抜戦入り、6号艇地元竹越正樹です。3対3枠番通りの並びです。1号艇藤原さな人気の中心、2号艇塩田北斗人気対抗格の一戦です。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇の柳生、3号艇の馬体、そして5号艇西川と好スタートです。2コースから直まくり、2号艇の塩田抵抗する、1号艇の藤原空いた、内から3号艇馬体、そして4号艇柳生です。内から3号艇馬体、そして4号艇柳生が2番手、外に5号艇の西川と2号艇の塩田、6号艇竹越5番手から迷って人気1号艇藤原最高峰、スタート正常です。先頭3号艇の馬体に内から6号艇の竹越先前、差し返す4号艇の柳生、握った2号艇塩田、5号艇の西川と続きます。先頭2番手は3号艇馬体、そして4号艇の柳生と抜けまして、3番手は5号艇西川、2号艇塩田、外内に切り替えて前を追います。6号艇竹越で21幕に入ります。3番手争いは最内から6号艇竹越、外を握り合っていく5号艇の西川と2号艇の塩田です。3番手は5号艇の西川がわずかに前、しかし外ぴったり並んで2号艇塩田、離れて6号艇の竹越5番手、1号艇藤原最高峰です。3号艇馬体は独走、2番手を4号艇柳生リードを広げています。3番手争い焦点、5号艇の西川につけ前、2号艇塩田、内小さく小回り、6号艇竹越も5号艇の西川が3番手わずかに優勢、内に切り替える2号艇の塩田、その後ろ6号艇竹越、1号艇藤原の順でこれから最終周回です。先頭3号艇馬体、4号艇の柳生が2番手、3番手争い続く攻防、5号艇の西川に、ここもつけ前、2号艇の塩田、内から6号艇竹越です。3番手2号艇の塩田が逆転なりました。3番4番2番2点進出は5号艇西川、4番手から迷って最終ターンマークへと向かっていきます。先頭は3号艇の馬体、そして4号艇の柳生が2番手、3番手は先前2号艇の塩田、内小さく回った5号艇西川を振り切りまして2号艇の塩田が3番手、3、4、2、先頭3番馬体が5塁、2番手4番柳生が5塁、3番手2番塩田が5塁、5番西川、6番竹越、ラスト1番藤原、5塁です。